俺たちも続編映画やるぞミカ。に対するネットの反応を紹介します。まあミカ来年でオルフェンズも10周年だし、真面目に劇場版鉄血のオルフェンズを検討してもいいんじゃねえか。俺たちも続編映画やるぞミカ。やるのはいいけど俺たち出れるの？本編と違うパラレル世界って設定でいけるか。ルルーシュの兄貴を見習って俺たちも総集編挟んで実は生きてましたにすればいいんだミカ。鉄血10周年正確には第1話放送から数えるとって感じだね。ルルーシュは生存説があるくらいには見合わせはやってたからな。やっぱ確定死亡は続編作る上ではネックだな。そもそもオカルト能力による条件達成での生存の可能性だからな。そういうのが一切ない鉄血は。うん、俺はギリギリ生還したけど数年植物状態でだったとか言い訳できるけど、オルガは難しくない？新薬鉄血のオルフェンズをやって生存ルートに行けば、お前とアキシロでダインスレイブ隊の懐に飛び込んで大暴れすれば劇場が拍手喝采になるんだぜ。一度ビスケット生存&女性頭脳担当追加 F 考えたことはあるけど、それでもあそこからハッピーエンドに持ってくのは至難の技だと思っちゃう。よく、ガイリオラスタル、ジャスレイガランという外部企画持ち込み連中をどうにかしなきゃ展開はほぼ変わりようがねえんだ。火星の王案件をどうにかすりゃモビルアーマー戦は回避できるかもしれないけど、マクギリスと縁が切れてたらバッドエンドなんだ。切れてなかったら秘密裏階段がジャスレイに漏れた時点でゲームセットなんだ。ガイリオさえいなければバルバトスとバイルでそのままアリアンロッド壊滅させられそうなんだが、生存メンバーだけでも案外ネタは作れそうだけどね。高木 VS ライドとか、オーガスケとか、キャラホとか。ドラマアニメは作れるかもしれんがガンダムは無理だろうって感じ。むしろメインキャラが大体死んじゃったふん。鉄血世界での新しい時代の話が生み出せそうで悪くないとも思う。今さら鉄血でやる必要ある？ガンダムフレームが数が決まってる上に新規での製造は不可能。しかもバルバトスもグシオンも完全にスクラップだから続編出すにも人気の前作主人公機が出せないって縛りが。予備パーツかき集めて見た目をバルバトスっぽくした別の機体が限界だろうなって。え、それガイデンで使ったネタなんですか？メカオルガとメカミカズキいけるか？俺メカになるの？アトラ驚くかな。バルバトスは破壊されたけど俺もアキシロも脱出が間に合った。さあみんな追いかけよう。ふう、防弾チョッキを着てて助かったぜ。おっと衝撃で懐に入れていたトマトジュースがこぼれちまった。劇場版で生き残った上でアトラとクーデリアとも去り際のロマンティクスできるんだ。お前にとってこれ以上ないくらいの上がりだろミカ。オルガ、ロマンティクスって何？オルガ、あと10年待った方がいいと思うよ。正直今さら生存ハッピーエンド言われても感しかない。生存エンドにしたところでラスタルたちを退場させないとどの道あの世界のお先真っ暗感は拭えないぞ。あいつがいる限り白色テロは未来永劫続くのが確定するからな。ラスタルと仲良くしなきゃいけないけどマッチポンプはやめさせたい的な話でいけるのでは？やめるメリットがないじゃん。平和に暮らしてた暁はあの三日月オーガスの子供としてライドラ鉄火弾残党に担ぎ上げられるとか。鉄地のオルフェンズ逆襲のライド。逆襲のネオ鉄火弾という手段が最良だと言っている。急速に膨張するネオ鉄火弾の影に潜むミセス、モンターク。ライドでハサウェイみたいなやつやったらいいんじゃね。新しいガンダムフレーム出して乗るんだよね。やはり先行のライドか。ライドとアルミリアが手を組み未だ荒れている世界を相手に戦う。先行のライド&復讐のアルミリアは見てみたいが劇場で見たいかというと違うと思う。オルガと三日月には申し訳ないけど、普通に成長した暁主人公のやつが見たい。暁主人公は見たいけど、同時に暁を戦場に駆り出したくもねえ。難しい話だな。暁が戦う相手なんて逆らう労働者に決まってるだろ。ラスタルと仲良くできるクーデリアに育てられた暁が民衆を守る側につくと思うのか？労働者相手の戦いなんて楽なもんだろ。真面目な話、ウルズハントのアニメをおとなしく待った方が良いと思うの。本編周りはあと10年待て。ぶっちゃけるともう劇場版のシナリオの流れはどうでもいいんだ。ただ最後に俺もロマンティクスしたいんだ。ミカだけやることやって死ねたのに俺だけ童貞のままなんて納得がいかねえんだ。ぶっちゃけすぎだよウルガ。生前にそれくらいぶっちゃけられればよかったのにね。俺とメリビットとの間にフラグは立ってたのになんでおやっさんとくっついてんだよミカ。誰もわからない。オルガ、いつかの意志を継いだネオ鉄火弾が火星を地球に落とすからよ。火星が軌道外れた時点で太陽系は終わりだよオルガ。主自由参考にすると鉄火弾が復活したモビルアーマー軍団を他勢力と協力して打倒するって流れならバトンシーンマシマシで一定の受けは狙えそうだが肝心の鉄火弾が壊滅してるのがね。タネシはなんだかんだメインキャラほぼ生きてたし、一応主人公陣営が勝ったとは言える状態で終わってたからなんとかなったというか。
続編作りや水門な種は、鉄血は横に広がるしかないというか。種は種、鉄血は鉄血だから劇場版シードイコール鉄血の最適解ってことでもないのを忘れてはいけない。今さら鉄火団周りの話をいじっても荒れそうだし、でも厄災戦でガンダムフレームとモビルアーマーが暴れまくってるとこは見たいな。続編通過、俺ぶっちゃけ鉄火団が壊滅するのには特に拒否感ないんだけど、その過程があまりにもお粗末だったので負け戦を見応えあるように2期終盤をリメイクしてほしい。やっぱり求められてるのはメモリーオブアイアンフラワーだよオルガ。何がひどいって三日月もオルガも死んだから一番需要あるこの二人の話が絶対にできないところなんだよな。宇宙世紀みたいに新主人公にしたくてもあの制作神社の本編ラストからまた戦乱起こすなんてやるとは思えんから、そもそも話が作れんっていう。行く展開なんてもってのほかだし、鉄火団残党の話にしようものならガエリオジュリエッタにほだされる話を無駄に盛られるだろうし、ほんとどうしようもないわ。原作再現なら DD がやってくれるからよ、他のスパロボに出るならがっつり変えても良いんじゃね。っていうか、バイストンウェルにでも送り込む。続編だとまあ暁とかライドとかでやるやろうけど、話の方向性が短編 OVA とかダム A の漫画とかよな。それだとここまで来たらどんな内容だろうとやってくれたら見に行くからよ。正直劇場で鉄血の鉄くせい戦闘シーンが見たいんじゃねえか。劇場音響で鉄血特有の鉄がぶつかり合う音が聞きたいからよ。今でもバルバトスのガンプラやガングは世界中で大人気だし、劇場版で新形態を出せばフリーダムより売れるはずだぜミカ。今でもこれだけ高額なの出るほど人気なのはすごいと思う。作品自体の評価がボロクソな時でもモビルスーツデザインは褒められてたからよ。レクスまでの路線で正当進化したらいよいよもって化け物になりそうだねオルガ。続編で戦い続いたら鉄火団が残したかすかなものすら無駄になって台無しじゃね。というか公式から映画とかやるなら1期と2期の間って前から言われてる。終始でもこいつらこの後死ぬんだよなってなるだろ。だからどうしたというか、逆に本編キャラの人気あるんだからそっち使う話のがいいだろ。アプリのサイドストーリー会議でバルバトス第七形態が却下されたとかあったし、1期と2期の間のネタは温存されてるんだろうな。第6とルプスの間の形態も出せるからちょうどいいんだよな。ウルハンの終盤に登場したりする可能性が高いか。どうやっても止まるんじゃねえぞに着地するのは厳しいな。もちろん好きな人もいるんだろうが。本編終了後の過去編で後の運命を暗示する描写が挟まれるの大好物だからよ。鉄地のウルフェンズ地獄編。異世界転生編来るのか。劇場版で復活する団長みたい。団長が復活してできることがあるのか。やっぱりアナザー系で主人公勢力がほぼ全滅するのは展開やりにくそうだなって思う。鉄血が映画化したらに対する反応いかがでしたでしょうか。メインキャラほとんど退場してるから映画化は厳しそう。ギアス見たく総集編で改編して映画するとかならいけそう。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。